1年前とかはやっぱあの眉毛をすごく剃っていて、セーラームーンとか初音ミクちゃんぐらいの位置がラビットスタイル。シャドウはね、あのまあ塗らなくても割とあの生きていけると思ってたんですけど、粘膜ってここします？よっしゃ、下チンで気をつけて、あっちやあっち、本当にあっちあっちんでみんな気をつけてやってくださいね。こんにちは、ポップティーンとキャラのモデルをやっております椎名ひかりです。魔界からやってきた椎名ピカリンという名前で魔界のアイドルもしています。今日は制服に似合うナチュラルなメイクをしていきたいと思います。動画でメイクをするのはあんまりしたことがないのでちょっと不安なんですが、皆さんに素敵なナチュラルメイクがお伝えできるように頑張っていきたいと思います。スタート。これはアナスイのパウダーなんですけど、ちょっとあの紫っぽい色味になっていまして、そういうパウダーをつけるとどういうことが起こるかっていうと、割とちょっと透明感が出て薄付きっぽく見えるんですね。すごくだからナチュラルメイクにすごく最適なパウダーなんじゃないかなと思います。見た目もすごく可愛い。エレガンスのチークなんですけど、これはですね、あのクリームチークになってるので、あのハケとかいらないんですよ。だからあの指でこう塗れるので、学校に行く前とか、あのナチュラルなメイクしたい時とか、時間がないとか、メイクがあんまり慣れてないっていう子でも指で塗るだけで簡単にチークが塗れちゃうやつです。ディレキュアートのハイライトなんですけど、ラメがないやつですね。まあナチュラルメイクの時とかはあの安全ですね。鼻の筋のところにシャッとやります。でも鼻がもう最初から高いとかいう人はあんまり入れなくても大丈夫。眉毛の上のところとかにもこう T の感じで入れていきます。もうちょっと抑揚をつけたいよっていう人はあのこことかにもちょっと入れるといいかなと思います。あとは顎ですね。顎のここに入れるとちょっとメリハリが出ます、顔に。これはあのこっち側がぼかさなくてもいいようにスポンジみたいになってて、こっち側がペンシル、筆のペンシルみたいな感じになってます。で主に光が使うのはあのこっち側が多いんですけど、自分の眉毛の形に合わせてちょっとなぞる感じで描いてますね。眉毛はあのあんまり描きすぎても良くないし、まあ描かなすぎても良くないので、ペンシルじゃなくてもノーズシャドウとかでこうシャッシャッシャッと優しくやるような感じでいいんじゃないかなと思います。あんまり前髪で見えないから本当気持ちっていう感じで描いてます。1年前とかはやっぱあの眉毛をすごく剃っていて、お風呂に入った時とかすごく顔が変わるから眉毛がなくてだからやっぱりあの怖いって言われるしちょっとあのそうだな、自分の眉毛の形が気に入らなくてもあの受け入れる勇気は必要なんだなっていうのを実感しましたね。うん、日本人黒いからなんかちょっとでもなんかすごいなんかいっぱい生えてる風に見えるけど、やっぱ産毛とかも金髪だったりするから、確かにあの剃っちゃうと本当にね、あのない人みたいになっちゃうかもしれないですね。ね、でもいいと思いますよ。やっぱりみんなあのギャルたちはあの眉毛とか自分で眉マスカラとかで色を染めるので、最初から色がついてるのは羨ましい限りだと思います。思いまかい。はい、このキャンメイクのアイシャドウを使います。これはですね、あのもう中学生でも小学生でも買えるあのプチプラブランドでございます。
シャドウとかあんま塗らないよって子でも使いやすい色しか入ってません。ひかり自身もシャドウに関してはそんなにこだわりがなくて、シャドウはね、まあ、塗らなくても割と生きていけると思ってたんですけど、やっぱり塗った方が目をつぶった時に綺麗だよってモデルの友達に言われたので、シャドウに興味がない人とかにもちょっと塗るだけでちょっと違うんじゃないのみたいなのを説明するために今日は塗りました。この辺のちょっとページっぽいところをこうちょっと取って、まあ、こっちに行っちゃうとちょっとこれ上級者ゾーンなので、こっちだったら割と肌色に近いから 目の形に合わせて塗っていきます。指とかで塗っても全然大丈夫。そうするとちょっとキラキラします。気持ちキラキラします。気持ちが輝きます。これはですね、ダイヤモンドラッシュのアイライナーなんですけど、こちらはですね、まあ、ナチュラルメイク仕様にしまして、ブラウンです。自分の目の形に合わせて、まつげとまつげの隙間をこう埋めていくように塗っていきます。結構粘膜がいっぱいあるよって方は、粘膜ってここの部分が結構いっぱいあるよって方は割と広めに塗ってもいいかもしれない。結構塗っても光の場合は極二重気味だから、割とラインがねそんなに目立たないんですよ。でもすごい二重の人はすごい、もうちょっと引いただけでもすごくラインが目立ってしまうので、その辺は気をつけた方がいいかもしれないですね。ちょっとでいいかもしれない。これはですね、ミルキーなんです。不二家のペコちゃん、ペコちゃんのリップなんですね。リップクリームです、食べられませんって書いてあるんですけど、本当に食べたくなっちゃうぐらいミルキーの匂いがちゃんとするんですよ。ちょっと誤って舐めちゃった時も甘い味がちょっとするんですね。もうつけただけでもう気分から、もう中身からもう少女っぽく子供っぽくなれる、そんな感じを演出してくれる素敵なリップだなと思ってたくさんリピートしてます。それをこう塗っていきます。色はなしでツヤがすごく出ます。近づいた時もまあミルキーのいい匂いがすればいいなって思いますよね。そんな甘い匂いするします。よっしゃ、下まずアイロンでこうストレートにします。チンで気をつけて、あっちゃー、あっちあっちんでみんな気をつけてやってくださいね。その後に何でもいいんでちょっとゴムで湯きます。ツインテールの高さの位置にも、まあラビットスタイル、レギュラースタイル、カントリースタイルっていう感じで、いろいろ位置であるんですけど、この位置は今レギュラースタイルですね。耳、ちょうど耳ぐらいで、セーラームーンとか初音ミクちゃんぐらいの位置がラビットスタイル。ちょっと派手にしたいなって時はその位置もいいかもしれないです。今日はちょっと落ち着いた色の制服を着ているのでレギュラースタイルにしてみました。体操服の時とかはカントリースタイルがおすすめです。ヒカリ行きつけの美容室のラブルっていうところがあるんですけど、そこのトリートメントジェルを塗りました。そしてこれで毛先にツヤも与えて、サラサラのストレートツインテールの完成です。みんなこれからも楽しい動画配信していきますので、お楽しみに待っててください。 See you again! どりゃー、この辺銀ちゃん使えて言ってたねな、貞治。どこまでぼかせばいいか迷ってるね、光も。スコンブ1年分上納するがよろしい。こんにちは、ポップティーンとケラのモデルをやってます。あと魔界からやってきたアイドルって、あ、待ってこれ言わなくていいか。海外の人にまあよくコメントで言われてるのは、逆に剃る方の勇気が必要。へえ、へえ、な、
剃るのに勇気は全然いらないですけどね。生えてきますからね、剃っても剃っても。全然大丈夫。甘い匂いする。します？よっしゃ、した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 。すごい。これは、これはすごいね。彼氏欲しい女の子とか、彼氏いる女の子とか使えるんじゃないでしょうか。なんだろうな。その、制服のコスプレしてるキャラクターとかの時は、もうすごい濃い化粧しますけど、別にコスプレのキャラクターとかじゃなくて、ただ制服着たいとかそういう時は、あんまり濃い化粧しないですね。ちょっと、ちょっと芋臭いっていうか、ちょっと、なんか、ちょっと、まあ、田舎っぽい感じじゃないですけど、の方が、セーラー服とか、ガチな、なんだろう、その、制服を着て、そう、中学生みたいに見せたいっていう、もう本当に、ガチなロリを目指したいときはあんまりしないですね。うん。仮の場合は、カラコンはした方がいいかなって思ってますね。最初からやっぱり瞳が大きい人とかはしない方がいい人とかもいるんですけど、光の場合カラコンを取るとちょっと大人っぽくなっちゃうので、カラコンはしたいなと思いますね。その方が子供っぽくなる。黒目の面積というか瞳の面積で大人っぽく、あ、じゃあ子供っぽくなると思います。うん。Have fun with fashion!